テレビ改革特通であるんです。本日は発言の機会を与えてくださりありがとうございます。私の6月23日の一般質問は、不礼でも誹謗中傷でもなく正当な批判で事実に反してもいないということは前回の本議会で、述べさせていただいたので、今日は別なお話させていただきます。東京新聞がこの懲罰動議の件を記事にしておりました。その記事の一部を読み上げますと、豊島区議会は14日、福沢良二区議が6月23日の一般質問で、共産党について逆らえば殺される、卑怯卑劣などと発言し、議会の品位を貶めたとして、懲罰特別委員会の設置を賛成多数で可決したと。嬉しそうに記事にしておりました。この新聞記事に対してですね、インターネットの掲示板5チャンネルにですね、スレッドが立っており、一般の方々からさまざまなコメントが寄せられておりました。一部をご紹介いたします。これは決して私の意見じゃありませんので、誤解なきように一般の方の意見であります。大体合っているし、懲罰は言論弾圧だ。次、共産党は暴力革命の方針を保持しているから言葉はきついが言ってることは正論だ。次、共産党は現在も継続して公安監視対象のテロ組織なのだから、危険、滅ぼすべきは妥当な評価。次、実際共産党禁止の国もあるんだし。これ確認したところ、アメリカ、イギリス、ドイツは禁止になっています。次、一党独裁目指しているんだから禁止すべきだろう。次、事件をいくらでも起こしてきたじゃないか、知らない議員は勉強不足。次、白鳥事件、練馬事件、渋谷暴動事件、成田闘争、いろいろあるよ。次、共産党の犯罪は日本初の銀行強盗ほかいっぱいありすぎ。次、何も間違っていないし、むしろ懲罰動議を出した議員を懲罰しろ。次、これを懲罰したら豊島区議会が公安監視対象になるんじゃないの、というようなコメントが寄せられておりました。私が作ったもんじゃないということを確認していただくためにはですね、全部ひらがなで燃えるアジア靴沢で検索していただくとすぐ出ていきますので、よろしかったら検索なさってみてください。この一般質問の話はですね、すべて共産党さんが法律を守らないで平気でいられるのはどういう理由かという理由をですね、私が説明させていただいたのが、話が始まったわけでありますけれども、ここでですね、豊島区議会の条例の一部をご紹介させていただきます。豊島区議会委員会条例第15条、委員長及び委員は自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件または事故もしくはこれらのものの従事する業務の直接の利害関係のある事件についてはその議事に参与することができない。要するに、事件の当事者はその事件を扱う審議に参加してはいけないという条例が第15条であります。ところでですね、発議者の義務議員と小坂井議員が委員としてこの場に参加しているのはおかしくないでしょうか。当事者ですよね、発議者なんですから。先ほど小林議員もですね、当事者が何も言わないではというご発言ありましたけれども、ご本人も当事者であるという意識を持っていらっしゃいますよね。裁判ならば原告に当たる発議者が名前を連ねる、発議者に名前を連ねる義務悟議員と小坂井俊人議員が懲罰委員会の委員であることはですね、
この15条の趣旨である当事者は審議に参加させないに違反していると思われますけれども、どうでしょうか。私はですね、多数決には黙って従いますけれども、ちょっとこの委員会の人選瑕疵があるんじゃないでしょうか。第15条、当事者は議事に参加できない。私の支持者もこんな瑕疵のある委員会の決定に従うことを私に許さないと思います。常識的に考えてもおかしいと思いますよ。この懲罰委員会は私への懲罰を決める裁判みたいなものですよね。その判事の中に被告である私は当然参加できないにしても、なんで原告の名前を連ねるお二人が参加しているんでしょうか。おかしいと思います。1954年制作の12人のイカれる男という67年前の映画はありますけれども、古い古い映画ですんで、この中にはご存知の方はあまりいらっしゃらないと思いますけれども、私も1回しか見たことありませんけれども、12人の陪審員の中に被害者遺族が2人も参加していたらおかしいですよね。とてもとても中立公平な判断が下されるとは思えません。私だけでなく豊島区議会の先人たちもそう思ったからこそ、当事者は参加できないという条例を残してくれたのだと思います。条例によっとりですね、全くの当事者である発議者2名の委員を解任し、残った当事者でない委員の皆様での審議を望みます。さらに言えば、豊島区議会委員会条例第15条は委員会のみを規定しておりますけれども、議会の議決に関しては効果は及びませんけれども、審議に当事者が参加するのはおかしいという理屈に鑑みれば、委員会と議会を区別する根拠はなく、同様に扱うべきと考えます。そこで7月14日に採決された懲罰委員会を設置するかどうかの議決においても、当事者である靴沢を排除しておきながら、もう一方の当事者である発議者6名の意見を議決に含めたことは、豊島区議会委員会条例第15条に違反し、採決結果に瑕疵があると思うので、私と発議者6名の合計7名を除いた皆様での懲罰委員会を設置するか否かの採決のやり直しを望みます。以上、ご清聴ありがとうございました。47年ぶりにね、豊島区議会としてやるというこの発議、自体が私はおかしいということで立場にいますので、この発言を聞いてる聞いてないの話ではなく、この懲罰動議を上げるという上げたということの中において、除名を除いて上げるということはできないというお話をしているんであります。除名を除いてるっていうことを聞いたか聞かないかという話をしているんではないんです。除名を除いてこの動議を提案するということ自体が非常に無責任な発言ではないかということを言っているわけです。この審議の中でいくら自分たちが除名を除くと言っても、もし他の委員の人たちがいや除名だということになれば、そちらの方が数が多ければ除名になってしまうんですよ。ですから除名を除いて動議を提出するというその無責任さを指摘しているというふうに私はお話を聞いていて感じました。以上でございます。そもそものこの靴沢さんの発言は、表題が選挙を健全で公正にという表題の中でご発言をされまして、で、日本共産党さんの都議会の方が、政治活動の中で、内入りの助けを、ね、していると。豊島区だけではなく、板橋区でも台東区でも練馬区でも北区でも、そのような政治活動中の
内輪の助けをこうやっているという指摘がございました。原因になって今回の楠沢議員の発言があるわけですから、やっぱりその背景と対位というか、その細かい単語に、の単語に行くまでのバックボーンというか、それもある程度ね、ちょっとこの懲罰委員会で確認をしてこいというのがうちの会派の、命令でございますので、内入りの多数期の、状態で政治活動をやってたということは、これはお認めになりますね。提案者の方にお伺いします。いいとか悪いとか別にしてですよ、技術関係だけ答えていただければと思います。はい、小林博美議員。それに行きましては、別問題というふうに考えておりまして、その議論をすることはするべきではないというふうに考えております。はい、行きまして答えになってないですね。今回の楠沢議員の発言のメインは、まあ、そういう、日本共産党さんの内輪のたすきの、実例を挙げながら挙げているというのが一つで、もう一つはその、革命後に全員に富を平等に分配する約束をしているという下りですね。共産党、共産主義革命のどうのこうのとかというのがあって、それでまた再びその、法律に対して、まあ、それを守らないという表現の中で、その時に卑怯とか卑劣とかいう単語がこう出てきていると思います。公職選挙法と法律ですので、法律を守らない、ような状態がずっと続くというのは、これは思わしくはないという思いは、僕は楠沢さんと一緒の思いです。特に、区民から選ばれて、区民の代表としていろいろな政治に関わっていくことについては、やっぱりそれは法令遵守というのは当然のことであるということで、私ども再三にわたってこの、全議員協議会なんかでね、指摘されたことに対して同じような、まあ、同調するような形で今回楠沢さんのその発言があったわけなんですけども、その原因とかそういうものについては、何ら自分たちは問題がないと思っていらっしゃるのか、それとも少々ぐらいはやっぱり問題なんだよね、だから北区の方は謝ったんだよねとかっていう思いを持っていらっしゃるのか、その辺をちょっとね、ぶっちゃけた話聞きたいんですよ。いつもこの話をすると、私たちは全然間違ってない。街頭でね、やるのは、誰か喋っているかっていうのをね、明らかにするのは大事なんだっていう、そういうことをおっしゃっているんですけども、かたややっぱり、公職選挙法では、政治活動では、たすきの使用はできませんっていうのを、わざわざ、去年の暮れ、東京都選管から、各党の責任者に対して、代理のたすきの使用は、違反ですっていうのを、わざわざだから、東京都の選挙管理委員会がこう言っている。だけど、豊島区の日本共産党さんはそれをこうやってらっしゃる、ホームページ、ツイッターをね、ずっとこう上げているっていう、その問題も僕は私たちは指摘をさせていただきましたけども、この2つの事実について何ら問題ないと思っていらっしゃるのか、それは共産党の小林さんと河瀬さんに両方とからご意見を伺いたいと思います。今回のこの懲罰動議の趣旨が、先ほどいろいろ質疑があったところの周囲やはり徳島県内の津田議員の時に共産党に対する発言と、あるいはその対応とか
会の意味を持つものであるというところでございます。でそれ以外のところについては、私たちが表現ははい、私も同じ答えでございます。一つ今日付け加えさせていただくとするならば、この、福沢議員の、一般質問の原稿のところで質問していることに対して、共産党さんや、また私がこれは問題の質問だから、どうにというふうな形で提出をしているのであれば、そこについて、いろいろと話をする必要があるのかと思うんですけれども、今回の討議を出させていただいたのは、このグレーの全体的なこのグレーの言葉であったりとか、議会の品位というところに関して、皆さんで審議をしていただきたいという思いでございますので、ということでございます。木下委員。まあ、ね、傍聴している方がね、どう思われますかね。直接の福沢さんの発言の原因は日本共産党さんの代理のたすきを使っている、またそれを、ホームページでずっとツイッターで流し切っている。やはり僕たちからすると法律違反の状態をずっとツイッターで世界に発信をしている。問題が2つ目で、もう1点はその指摘があってから5時間も議員協議会を止めて、職員を足止めをされて、出てきた答えが何ら変わらないような答えで、その5時間についての謝罪もないし反省もないというのが私どもの主張で、ほぼ福沢議員さんと一緒のことなので、この指摘については、じゃあ返事がないということは、もう、事実は事実ですからね、ツイッターもまだ乗っかってるし、そういう、過去に今回の都議会議員の選挙で、委員長さんが隣にいたり、小池書記局長さんが隣にいても、そういう内輪の助けをね、平気でやってらっしゃるという、そういう姿のこう指摘もあって、だから、法律を守らない、守らないということを、なぜそこまで正当化するのかということを聞かれていると思うんですね、僕はね。だから、その辺について答えがないということは、自分たちは、どういうことなんでしょうね。どうしようね、答えない。そういうので懲罰動議をかけて一人の議員の立場を危うくするような懲罰委員会のをかけるという姿勢はどうですかね。真摯じゃないですよね。そう思いませんか。これ質問です。問題に対して真摯に受け止めてないんじゃないですか。単語の失礼な単語だけをこれが議会の問題と大騒ぎをする、それよりももっともっと議員議会を貶めるのは法律違反を平然とやっているということも、僕らの会派の中では議会の品位を貶めていることじゃないですかっていうのが公明党の判断です。それについては反論はありませんか。